こんにちは。今日はちょっと先ほどね、ランクマッチ潜ってたら、変なロイヤルでめちゃくちゃ強い、そしてロイヤルの考え方をまあ360度変える、まあ太陽が東から西にまあ浮いて沈むのと逆の行動を取るというか、南から北に進むみたいな、もうなんか天変地異が起こるような、もう宇宙の崩壊を感じたロイヤルにちょっと対戦して当たったんで、まあそちらのね、試合を見ていただくんやけど、天界の門を使ってで、なんかもうめちゃくちゃなことしてくる。で、展開の門っていうのはエンハンスで、まあ、デッキから出てくるから、まあ、手札事故がないというか、まあ、その展開の門の軸っていうのをちゃんとね、黄金都市みたいな感じで毎回ちゃんと成功させてるんやなと思うと、これは恐ろしいデッキが台頭してきたなと。これは世に知らせてはいけない。これはもう私だけにね、秘めておく武器やなとね、口をチャックしたんやけども、さっきね、両面の粘着テープちょっと口に貼って我慢してたんやけども、もうちょっと紹介するしかないという判断にちょっと決断したんで、特別公開したいなと思います。はい、さあちょっと1戦目ね、いやでもロイヤルにはフグ刺さる、てかこれ1日でグランドマスターになったデッキやから、まあ2連敗するっていうことは多分ないと思うんやけどね。はい、あ、ハクア、だハクアに関してはな、ちょっとさっき言ってこしなかったけど、フィルレーン2枚引いていく。まあ序盤やっぱね、先行後攻問わず、まあフィルレーンっていう動きは、まあかなり強い、動きになると。1コスを出すかどうかやけど、まあ出さない。まあ最近のロイヤルは機械ロイヤルを使う人がもういなくなってると聞いたんで、やっぱね、そのタクセンがない分やっぱ動きがちょっと鈍くなるっていうのがあるんやけど、おっと、引き寄せるしな。まあとりあえず新品のフィルレーン出して、自分のターン中自分の他のフォロワーが進化した時、このフォロワーはそのフォロワープラスにする。へえ、盤面を強化するっていうデッキか。これなかなかいやらしいことしてきそうやな。相手よりも体力を強化するカードやからな、これ盤面強化って感じかな。おお、なかなかいいカードを引いたじゃないか。まあこれ怖いね。これで別れ、ひゃー。てかシャドバのユーザーの民度って結構上がったんかな。なんかこうやって喋ったらこう語りかけてくれるよね、みんな。ペコリーヌちゃんお話ししよう、僕と。まあやっぱコアがね、あ、上ん、これこいつ残すとやばいな。ただ相手の残すもやばいしっていうか、いやめっちゃ強化、お、覚醒状態なら3ダメージ、ただこのターンに使うことは許されないと。覚醒状態ならやもんな、だから使うことはできないんで、まあドラゴニューとフィルレインは出すしかないのかな。灼熱の氷、絶対レード、そしてまずは1点目。それがあなたの最後の吐息。さあ PP 上がっていく。まあこれちょっともったいないけども、1枚使って凍って静かにしてて、で、まあこういって、でここでフグを出すと。ブオ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 、まあ相手がうざいと思うかいね、このカード。まあまあ取っても取らなくてもいい。まあニコス22としてすごいね、驚異的なカードとして、まあ、存在してるから、まあ多分取ってくるんじゃないかな、うざいから。まあ2322、これは多分一番優先順位低いから、これ一番がフィルレーンやろ、優先的には。フィルレーン、フグ、フィルレーンみたいな、まあ、優先順位にはなると思うけど、まあ、ああ、やっぱね、そう取ってくれる。これフィル、お、こいつ小賢しいことしてくんな。ガルミーユがニコスで出せるということも知らずに。いや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 、世界を潰してロイヤル、いやレイサムとか考えてるんやろうけど、まあ甘いよね。まあもちろん進化するよね。さよなら、いやこれ5コストのカードプラス強力すぎる。これも盤面の展開で押していくか。まあ覚醒状態じゃないけど、いやこれ結構、いやこれで盤面返せるんかな。いやでもこっちからやからな、次のターンドラゴンの牧場とかもコストマイナス5されたら相手は一気に厳しくなるぞ。ロイヤルで展開の門を入れてるっていうのがなかなか面白いクラスという、面白いデッキではあるなと思うが、私の前では無力だ。さあ6コスト、いやこれでもドラゴン相手にはちょっと厳しいんちゃうか。なんかその低コストのネクロマンサーでも厳しいな。天も
何が下がったかやな、ロイヤルは。おいしいご飯のため、おいしいご飯のために。我らが前に敵はなし、敵はなし。小賢しいな。まあまあまあ取る。うわーこれ苦しそうやね。あー苦しい苦しい苦しい。ドラゴン牧場下がんだもんこれ。あーマジか、一番痛いとこついてきやがって。小賢しいな。竜と人は必ずやる。ジャスティスライチオン。まあ回復はもういらないね。ハッカーの指令でここは行こうか。竜と人は必ずつながる。竜と人は必ずつながる。これでお別れ。これでお別れなんだ。純白の槍。まあ進化も使えてないかな。いやでもこれかなりきついと思うけどな。ただこっから挽回してきたら大したもんやで。これ1日でグランドマスターになったデッキやから、まあそう簡単にね壊れるようなデッキではないんやけども。しかもまあこっちが最初メリットしてるし、5コスト払って出してるから、まあ明らかに相手のが不利なよな。進化圏内ロイヤルがこの盤面を突破して次のターンポセイドンが生まれてくる。そうなるとかなり厳しいんじゃないか相手。ポセイドンがマイナス5されたら3コスでポセイドン出されてしまうということにもなりうるからな。だから牧場とポセイドンが当たった時点で相手一気に不利になると。でもなんかその確率変動操作というか遠隔操作が分からんけど、この展開のもんってなんか高コストのカードがマイナス5なる確率っていうのが結構少ないよな。おっと新たな技術解釈します。あこいつまさかマイナス10するってことがこのデッキ。まあまあでもそれでもって感じだね。だからなんでそう、えあコストマイナス3か、ちょっとごめん、まあ、マイナス3やから、まあ、むしろ当たりか、まあ、当たりは当たりやけど、まあでもここはドラゴンの牧場を1枚展開して、やっていく方が強そうかな。ここは一旦まずは1点ね。おおいいね。これで当てて、まあ、ここで吐息をさっきの影響受けて。人もやるものだ。いやーでもロイヤル怖いなこれ。盤面処理するかっていうのがポイント。これ難しいな。3ででもさすがに入らないか。セリアが来る可能性とか失踪来る可能性とか考える必要性っていうのはあまりないような自分は気がするんよね。アタック純白の矢。まあ1個当てて1個だけ取るか。これやとまあ、うん、こういうプレイングにしようかな。とりあえず顔は詰めないといけない。まあ次のターンねドラゴン牧場で失踪来れば勝ちやし、もしくはドラゴン牧場これ出して賭けにも出る。まあこれでも勝ちやしな。トップのドラゴンのリーサルをしっかり、見据えていくと。まあこれ2当ててなかったら相手8やから、トップのドラゴン失踪。あーでもドラゴンクローでもまあ一応あんのか。やばいですね。は見とれる間にその首落ちる。ん停止します。強くないかそのカード。え6、7あなたのためにここにいます。全力全開その命美しく散らします。強すぎやろ。なんだこれ。ちょっと待ってこれなん、